レモンマリーゴールドの挿し木の方法を紹介します。土を用意します。バーミキュライトです。水をたっぷりかけます。下からあふれるほどです。挿し穂を用意します。葉っぱを 2,3 枚残しカットします。節を2つから3つつけ切ります。そして鋭い刃物でスパッと切り口を切ってください。そして差し込みます。土の中に差し込みます。レモンマリーゴールドの挿し木の出来上がりです。